こんにちはす。どうも、ケンタです。今日は早速、お菓子を買ってきたので、皆さんに紹介いたしたら、紹介します。じゃじゃん。ロッテのササです。うわー。これね、僕ね、なんかどっかで見たことあんなと思って、てか見た瞬間ね、もう気づきましたよ。あの、日本の邦画の映画で、日本の邦画の映画ってなんだ、邦画の、赤い糸っていう、まあ割と最近の映画があるんですね。その赤い糸の中で、溝端淳平くん演じる、男子高校生が、こう、食べてたんですよ。こう、授業を学校で受けながら、こうパクパクチョコ好きなんですね。その子劇中で食べてました。溝端淳平くんが、赤い糸で食べてたサーサーです。多分呼び方サーサーでいいと思う。少々かな、シャーシャー、わかんない。超おしゃれだよねこれ。まあいいや、食べてみたいと思います。でさ、最近 YouTuber の人始まるときに、ヒャハヒンさんとかさ、ボンボン、ハロー YouTube とかさ、言ってるよね。オープニングじゃないけど、なんか始まる、その、あれ、ペグウィンさんとかはさ、俺が俺にオンデマンみたいな、やってるからさ、僕、ペンタも何か、食べます。お、すげえ。見てこれ。何これ、芸術的な、わかりますか、芸術的な、この模様。さささささって。あ、だからささなのかな。さささささささってやってますよね。まあいいや。いきます。うん。あ。ビターチョコレートとホワイトチョコレートらしいです。あの、サササさは。うん。あ、すごい、ほろほろ口の中でとろけます。あの、やっぱり、サクサク感がすごいのと、徐々にだんだん溶けていく。口の中でまだ残ってます。最初はサクサクするんですけど、これ何個入ってんだ。最初はサクサクするんですけど、食べていくうちに、あの、ビターとホワイトチョコレートが、うまーく混ざり合って溶けていく。まあ、ここに開けたら、ほどける、とろけるって書いてあるんですけど、まさにこんな感じ。ね、気になる値段なんですが、218円です。ちょっと高いですけど、よく見たら何個も入ってました。多分これは、に、し、ろ、や、く、に、し、16個入ってます。16個。こんぐらいので入ってます。何かこう、なんだろう、漫画でも読みたいときに、ちょっとずつ食べたいなっていうときに、どうでしょうか。僕ももう2個食べたんで、もう、いいや。今日は、編集なしでいきます。今までカットでこう、編集してったんですが、今日はちょっと遅くなってしまって、明日も早いのです。もう、ノーカットでいきます。で、ここまで4分36秒切りましたけど、動画って長いと、やっぱりそれだけ何か引きつけるものがないとダメなんですよ。ヘトコーデさんも言ってたんですけど、小さい子供がよく見てるので、YouTube は。
何か面白いことをしていかなきゃいけないなと。バカ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 みたいな。むっとチェキラッチョみたいな感じでやっていかないと、冗談抜きでこういうバカみたいなことをやっていることで視聴者は最後まで見てくれるんだそうです。だからそういう感じでちょっとおふざけなことを入れながらみたいな動画をこれからも作っていきたいと思います。まあ今日はこの辺にしときましょうかね。じゃあ皆さん元気でやって、元気で、風邪ひかないように、仕事勉強頑張ってください。さよなら。